演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらオーストラリア産のキムチャムというお菓子を食べたいと思います。6種類味がありますね。これがオリジナルダーク、ね、これがチョコミント、こっちにあるのはダブルコーラ、これはホワイトでしょ。これが何すらキャラメルみたいな感じ、ね、どれも美味しそうですね。これ別の YouTuber さんが食べてるの見て自分も食べたいなと思って買ってみました。では代表に行って、代表としてこのオリジナル風に顔を見せていただきましょう。どんなになるんだろう、見た感じ動画で美味しそうだなと思ったんですけど、きっちり形まで見てないんですよ。おお、結構思ったより分厚いですね。これが10個ぐらい入ってる、11個か。では中身は、お、いい音です。こんな感じですね。ビスケットチョコレートクリームみたいな。ではいただきます。ザクザクとしたビスケットの食感とチョコの甘さのバランスがいいですね。で、クリームもしっかり存在感を示してます。わ、チョコミントは清涼感すごい。チャンネル登録よろしくお願いします。最初に食べたこのオリジナルのティムタムはあっさりとした甘めのチョコレートの中からチョコクリームが出て、でもそのチョコレートが充足してなくて甘さを存分に堪能できる一品ですね。ただシンプルといえばシンプルなので、割と本当にデビュータイプ入門編といった感じですね。で、2つ目に食べたこのダークはそのオリジナルがちょっと苦めになって大人向けの味わいとなっています。苦さはしっかりと感じることができましたので、苦いのが好きな方はこちらがおすすめですね。で、3つ目に食べたこのチョコミントは、食べるわけの瞬間にチョコミントのあの独特な清涼感のある香りが広がってきて、食べてみても結構そのミントの味が強かったですね。なのでチョコミントが好きな方にはおすすめできますね。もちろん苦手な方も多いフレーバーなので好みは分かれるかと思います。では続きまして、このダブルコートですね。コーティングされ二重にコーティングされているということなんでしょう。おー、ではうん、後半戦いきますよ。わわ、残る6種もいいな。特にキャラメルは他とはまた違う。このね、どういう風にして判断してるんだろう。このダブルコートは他のものよりダブルコートという名前で二重にコーティングされたことが分かるように、他のものよりもうちょっと分厚めで食べ応えがありましたね。より食べ応えを求める方におすすめですね。で、こちらやっぱり見た目通りのキャラメル味でしたが、これキャラメルがクリームになってるんじゃなくて、ちょっと濃度のあるあのいわゆる噛んだキャラメルになっていて、噛んだ瞬間に他とは違う食感がきましたね。この食感をどう捉えるかで好みは分かれそうですが、自分は好きでしたので今回の中でこれが一番のお気に入りですね。というわけで今回の点数はこちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べた、ちょっと苦ってますね、本当に申し訳ない。最後に食べたこのホワイトチョコレートはやっぱり他と違ってミルク感が強いチョコレートで、サクサクした甘めのチョコレートでした。甘めが好きな方にはこちらがおすすめですね。最初のオリジナルと比べてどちらが甘いのかを調べるのもいいかもしれないですね。というわけでティムタムとっても美味しかったです。サクサクした音が本当に心地よかった。新年を少女待つほど切なき、少女がただポツンと待っている、切ないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。